皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、私が今まで使ったことのないプチプラコスメを使ってメイクしながらレビューしていこうと思います。今回ご紹介するコスメはまずケイトの、これは全然新しいものとかでもなんでもないんですが、シークレットスキンメイカーゼロっていうファンデーションです。これは買ったわけではなくて、妹のね、ちょっと気になってたから拝借したわけなんですけれども、まずこちらと、あともう本当に超今更って感じなんだけど、このセザンヌの皮脂テカリ防止下地のライトブルーを買いました。そしてこの間発売したばっかりのこちら、キャンメイクのハイライター6番、このピンクベージュっぽいカラーのハイライターも買ったので、この3つを使ってですね、レビューをしっかりして、これは買いなのか、それとも買わなくて OK なのかっていうのをやっていこうかなと思います。気になる方は最後まで見てみてください。それではどうぞ。今回つけているカラコンはポップレンズのストーンベリーの3コン 14.2mm です。では早速最近買ったコスメでですね、メイクをしていきたいんですけれども、セザンヌの皮脂テカリ防止下地のライトブルーを買いました。これの普通のタイプを持っていたんですけれども、ちょっと古くなったかなと思ったので新しく買い替えました。で、最近ね、鹿児島も梅雨明け宣言されたので結構暑い日が続いているので、この鼻周りだったりとかがテカリやすくなっているので、やっと皮脂テカリ系の下地を使うようになりました。こんなカラーですね。ほんのりブルーかな。私頬は結構ね乾燥して、鼻周りのここのこの辺はちょっとテカリやすいので、鼻とこのテカリやすい部分だけこれを塗ります。で、目の周りは避けます。乾燥しやすいから、ちょっとトーンアップする感じかな、そんな感じがします。で、テクスチャーはちょっと緩めの感じで、とりあえずつけ心地はいいかなと思います。次にファンデーションをつけていきます。ケイトのシークレットスキンメイカーゼロというやつで、これね、私のじゃなくて妹のなんだけど、色合うかな、まあ、とりあえずワンプッシュ出したけど多そうだ。ワンプッシュは多いかも。こんな感じのやつ使ったことありますか？私はないんですけど、あ、ちょっと白いかも。ちょっと白いかな、まあ、薄く塗ればいいかな。あ、すっごいフィット感がありますね。すごいフィットする。これ結構これいいかも。すぐぴったりくっつくので、こう全顔に5点置きとかじゃなくて、こういう風にポイントでどんどん塗り広げた方がいいかなと思います。カバー力もね、毛穴しっかり隠してくれる感じで、ミディアムカバレッジぐらいかな。で、仕上がりは結構マットな仕上がり。これこれこれ、本当にぴったりくっつく。これすごい、なんかこれスポンジとかでしなくても手だけでもすごい綺麗な仕上がりになるな。手でのせるとこんな感じです。まあ、クマとかシミとかはあんまり隠れてないんだけれども、この鼻のところの黒ずみだったりとか、あとはまあちょっと薄く見えてるけど鼻周りの赤みっていうのはもうコンシーラーしなくてもいいかなっていうぐらいのカバーはあります。こんな感じ、結構綺麗なファンデーション本当に、まあ、この辺はさもう論外だけど、ほらすごい綺麗な仕上がりかなと思います。で、意外とね結構伸びも良かったので、少量でいいな。私はさっきワンプッシュ手の甲に出したんですけれども、多分3分の1ぐらいしか使ってないと思う。で、あとはこの濡れたスポンジでこれで均一にしていきましょう。最近マット系ってあんまり使ってなかったんだけれども、この仕上がりはすごく好きですね。あとは持ちがどうかなっていう感じです。ナチュラルなマット感があるな。そしたら次はいつも通りですね、このメイベリンのフィットミーコンシーラーの、私が使っているのは25番、クマを隠します。そしたらこの頑固なおしみちゃんはですね、こちらのザーセムのチップコンシーラーの、私が使っている色が2番、カバー力がすごいあるタイプなんですが、これをちょんちょんとのせていきます。こんな感じかな。そしたらパウダーはいつも使っているこの、NARS のライトリフレクティングセッティングパウダーを使います。まずコンシーラーを重ねた部分、ここと、あとはテカリやすい部分 T ゾーンと幅
鼻周り。OK、これでベースメイクは完成です。そしたら眉毛、眉毛していきます。最近ね、この動画でも出したんだけど、眉毛がね、すごい苦手なんですけどね。コメントでたくさんこう書けばいいよっていう風にいただいたので、その意見を参考にして眉毛を描きたいと思います。ではまずいつも使っているこちらのセザンヌの超細身アイブロウの3番ナチュラルブラウンで眉尻を描いていきます。で私ね、ここがちょっとないので毛が、ここを毛並みに沿って描いてみよう。こんな感じで、今回は眉頭もいつもねこれでやっていたんですけれども、これでしない方がいいよって、パウダーだけの方がいいよっていう感じのことを聞いたので、それでやっていこう。濃い順からした方がいいみたいです。でナチュラルにしたいので、このカラー、これがね美声のカラーリングアイブロウパウダーの BR2番のカシスブラウン、このカラーをこの辺にピピッと乗せて色づける。この明るいカラーを取ってふんわりふんわり。そしたらね、コメントで結構いただいたのが、このスクリューブラシでこうやった方がいいって。OK、 こんな感じの眉毛。次にキスミのヘビーローテーションのカラーリングアイブロウのピンクブラウン6番を塗ります。はい、こんな感じの眉毛です。こっちがなんか細くない？細い気がする。まあけど自眉に沿ってやったからまあいいや。こんな感じで、まあこんな見ないよね誰も。そんな感じです。アイメイクはね、最近買ったものはないから普通にアイメイクしていくんですが、では今回はちょっとキラキラにしたいので、まずマイリトルボックスに入っていたローラメルシエの試供品みたいな、キャビアスティックアイカラーのシュガーフロスト、これを使います。あんまつけすぎるとヨレの元になるから適当にピッピッってやって、あとはこんな感じでなじませよう。で手にのせて下まぶたにも、そしたら次にこちら、エクセルのディープシャドウのコパーブラウンを使います。こういう風にブレンディングブラシにほんのりとでティッシュオフしながらアイホール全体にのせます。すごい発色がいいのでティッシュオフした方が調節はしやすいかなと思います。そして下まぶたにも。そしたら次にアディクションのザ・アイシャドウ74番のファッジっていうカラーを同じブレンディングブラシにとって、でこれもティッシュオフしながらですね色を調節します。でこの辺に架空の二重幅にのせます。ふんわりふんわり、こういう風にねくるくるしながらすると綺麗にふんわりのせることができます。そしたらアイラインは最近使っているキャンメイクのラスティングリキッドライナーのブラウンを使います。でアイラインが引けたらまたさっきのこれですね、同じブレンディングブラシにとってティッシュオフして少しくるくるくるっとしてぼかしていきます。でマスカラはヒロインメイクのボリューム&カールマスカラのスーパーウォータープルーフのブラックを使っていきます。
で次ハイライト。ハイライトはね、最近発売されたキャンメイクのハイライターの6番。このピンクベージュっぽい感じのカラーを使います。すごいね、これは気になっていて欲しくてですね、やっとこの前ゲットできたので、今日初めて使いたいと思います。こんな感じ。手に乗せてみるとね、こういった感じで、わかるかな？よいしょ。本当に超肌なじみのいい感じのハイライターです。はい、眉下。そして、目頭。涙袋。鼻筋。顎先。付属のブラシでこの目の下あたり、すっごい綺麗。このハイライト、本当にナチュラルなツヤ感が出る感じのハイライトで、ピカーンってするわけでもなくって、こう白受けするわけでもなくって、すごい肌なじみのいいナチュラルなハイライトかなと思います。これ普段使いすごい使いやすいと思います。では今日はチークレスでいきたいと思います。リップはこれ、ニックスのソフトマットリップカラーの32番ローマっていうカラーです。メイク完成です。仕上がりはこんな感じになりました。はい、今回ですね、私が初めて使った商品で、まあこれは妹のなんだけれども、あね、今回ね、どれも優秀です、本当に。これは本当にナチュラルな仕上がりになるハイライトで、すごい普段使いしやすいなと思ったし、肌なじみがすごく良かったので、こうギラギラせず、白浮きせず、いいハイライトだなと思いました。ナチュラルなハイライト探してる方は、もうぜひチェックしてほしいなと思います。で、このセザンヌの皮脂テカリ防止下地は、これは本当にもともとピンクのタイプを持っていて、もうそれももちろんすごく好きで、夏場よく使っていたんですけれども、去年ですね、今回ブルーが出たということで、ちょっとね、こう肌のトーンが上がるような、肌補正をしてくれるような感じかなと思います。で、私は特に黄みが強いお肌なので、こういうブルー系の下地を使うとくすみが少し取れるような感じで、透明感も出るので、私はピンクよりこのブルーの方が好きですね。なのでこれも買いだと思います。最後ですね、こちらのケイトの、シークレットスキンメイカーゼロというこのファンデーション、よかった。なんかね、すごい仕上がりはマットなんですけれども、すごく好きな感じの仕上がりで、こうお肌を均一にしてくれるような、とこうスムースな感じ、本当にね、毛穴もしっかり隠してくれて、すごい好きな感じのマットなファンデーション。久しぶりにマットなファンデーションを使って、すっごい軽いわけじゃないんだけれども、そんなに重くもならないし、肌負担もそんなに感じなかったなと思います。あとフィット感がすごいあるので、崩れにくいんではないかと思います。これ私も買おう、うん、そうする。今回3つ私が初めて使った新しいコスメがあったんですけど、どれも本当におすすめなので、まあ、ぜひぜひ店頭でチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるので、ぜひぜひチェックお願いします。またセカンドチャンネルも開設したので、そちらもチェックお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。